目玉ひばがやってみる。よし、すごい。はい、ちょっと玉ねぎ食べたい。うん、まっ。うまっ。パンパンうまいでしょ。肉汁が落ちている。うまっ。食べやの。また明日食べるか。なにこれ。一回食べた。一回食べた。うまっ。うまっ。今日ミディアムレアなの。牛肉なんで。ミディアムレア。なんで。ん？柔らかいでしょ。肉汁もたっぷりでしょ。カリカリにさ、まあ焼きすぎるとさ、こうやって肉汁は出てこないんだけどさ、このぐらいにするとこうすごい肉汁出てくるでしょ。ハンバーガー屋さんに行くとさ、肉の焼き加減はって聞かれるやんね。え？本当に？そうだよ。いいとこ行くと、でバーガーの肉の焼き加減。いいとこで大丈夫。レストラン。ホテルとか。ホテルとか。ミディアムレアがいいか、レアがいいか、ウェルダンがいいかっていう。でカリカリとか前みたいにすごい中まで火が通ったやつがウェルダン。母ちゃん何が好きなの？これ。これ？美味しいでしょこれ。だからミディアムレア。バーガーで焼き加減待ってきてるからミディアムレアっていうんだよ。分かった？うまっ。この肉のさ脂が美味しいでしょ。あとレンチドレッシングなのこれ。はんちゃん、あと思った特製のこれレンチドレッシングとマヨネーズつけた。はい、うまそう。レンチドレッシングマヨネーズ入れたとマヨネーズ、そうマヨネーズとレンチドレッシングが混ざってんのこれ。うまっ。でも結構レンチドレッシングだよ。レンチドレッシング多いよ。今日ここにもさ入ってんの。入ってるよ。で、今日卵も黄身がさ、ちゃんとさ、焼けてるでしょ。うん、ねえ、これならいいでしょ。ねえ、うまっ。めっちゃ栄養取れる。栄養取れる。卵の栄養とお肉と、まあピクルスはまあ野菜だけど、でも玉ねぎちょっと食べてるでしょ、さっき。キュウイなのかな。キュウイ、うん、ピクルスって。そう、かける。結構これ何用にやってたの。ん、じゃあパパもこれ使ってたからさ、混ぜる用にこうにやった。お風呂行こうか。みなさん、お風呂踊りながら行こうか。あとペンギンさんから冷凍。うわっ。ペンギンさん冷凍庫のとこ入れて。これから卵入れる？これからねえ、冷たくない。うまっ。チーズはいつものスイスチーズ、穴が開いてるやつ。穴が開いてるのがいいんでしょ。コクがあって美味しいよな、スイスチーズな。なんかイメージってチーズって穴が開いてるんだけど。そうだね。なんかめっちゃお腹いっぱいになる。本物の大食いハンター。やっぱり卵。卵お腹膨れるでしょ。あめちゃな。あとパンもさ、バター塗ってあってさ、すごいさコクがあるでしょ。バターの風味がいいでしょ。ね。あーまいまー。食べなきゃ。食べれる食べれる。あれピクルスがなくなかった。ピクルスがない、あった。普通にピクルス持ってきて一本食べたいってこと。ピクルス3本だけ。もうピクルスがない。でも何これは最後だ。
最後、これこそんなんやだ、これやだ、なんで切っちゃうの、切っちゃうじゃん、もうなんでだろうね、これコストコで買ったピクルス、なんか食べないようになった、ピクルス食べたら口の中がリフレッシュされる、チュンチュンしてダメなの、ニコラスバーガーミンチドレッシングつけたらいい、うまそう、うまそう、めっちゃうまうま、食べたやん、ジュースあとる、ジュース飲めないんだよ、お腹いっぱいでしょ、なんかちょっとずつあったりしてそう完食やん、めっちゃお腹いっぱい、痛い、なんかお腹が、おいしい、うん、アイス好きだって言わないじゃんね、そのアイスおいしいだ、ゆまちゃんこれ下で、そうだよ、リリーの手にやるやん、そうなの、アイス完食、アイスマンだよ、何すればいい？